皆さんこんにちは、ご覧いただきありがとうございます。今日は平和の日ということで、ニューヨーク平和ファンデーションの主催、平和の日について、お伝えイベントを行いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。はい、今日は名前紹介した。今日は平和ファウンデーションの、セクレタリーをしていただいておりますリノさんからまず挨拶をいただきます。あ、はい、挨拶リノと申します。少し平和について、平和の日について、お伝えしたいと思います。この日は国際連合で定められた国際平和の日、9月21日になります。まあ、日本は今9月22日だと思いますので、昨日となりますね。非暴力と日本の停戦の日として、敵に対する加害行為、主に戦闘行為の停止を世界の国々と人々に呼びかけることを目的としています。毎年この日に国際連合本部ビルで日本の平和の鐘が鳴らされます。この鐘は愛媛県宇和島市長を務めた中川氏から、主義主張、宗教、人種、国の違いを超えて世界の人々から硬貨やメダルを集め、平和を願う人々の心として一つに溶かして作った平和の鐘を国連本部に贈呈したい、そしてその鐘を平和のために鳴らしてもらいたいと、1951年第6回国連総会の時に、当時のね、事務次長でありられましたベンジャミン・コーヘン氏の協力を得て各国代表に訴えました。この当時、反対の方は一人もいなく、反対の国は一つもなく、全員が承認したということです。そして、このニューヨークの平和の鐘は1年に2回鳴らされて、その一つが今日の9月21日となります。はい、ありがとうございます。いいね、大丈夫？はい、はい、大丈夫。はい、こんにちは。平和ファウンデーションの会長を務めております中垣健実と申します。今日は、インターナショナルデイオブピースということで、国連のね、定めた平和の日、国際平和の日にこうして、イベントを行えることを非常に嬉しく思います。やっぱり国連の周りではね、ニューヨークの国連の周りでは、本当にいろんな行事が行われておりまして、この平和ウィークという形でね、もうずっと9月の21日を、の前後ですね、前後ずっといろんなところで平和の祈りであったり、トークであったり、いろんな話し合いであったり、ね、そういったものが開催されています。そういった中で私たち、ただね、その国連に集まる人だけじゃなくて、やっぱり一般の人たちもやっぱり平和を考えていくっていうのはすごく大切だと思うんですよね。もう平和のことはもう代表の人に任せとくっていうわけにはいかないような状況ですよね。第一ね、ウクライナの方にしても、そのロシア、ウクライナのそういう戦争にしてもそうですけれども、アジアの方の、この、なんでしょうね、こう不安定な要素、いろんなところに不安定要素があるんですけども、それはもう国だけしか何もできないのかっていうんじゃなくて、やっぱり一人一人、国っていうのもね、人が作ってるものですので、やっぱり一人一人の私たち市民っていうかね、普通の人たちもちゃんとこう平和のことを訴えていくように、また自分自身も平和な世界になれる、自分自身が平和をこうについて何かをやっていくっていうことすごく大切だと思うんですよね。そういった意味で今日のこの番組をやろうって言った理由っていうのは、やはり平和の、この国際平和の日に平和のことをまずは考えていただく、そして一人一人、ね、が何ができるのかっていうのもやっぱり考えていくといいんだと思うんですよね。そういうところで、今日のこの、平和の、国際平和の日のイベント、オンラインイベントに、お越しいただきましてありがとうございます。このご
見てられる方、どうぞ一緒に平和について考えたり、平和の思いでこの1時間を過ごしていただければと思います。まず最初にその平和の中で、曲をおかけしたいと思うんですけれども、この平和ファウンデーションの中で平和ピースバンドというものを作っておりまして、はい、これは、平和の、ね、歌をこちらからも発信していこうということですね。いつもミュージシャンの方にもちろん今日も来ていただいてるんですけれども、それだけじゃなくて自分からもやっぱり何かできないかということで平和バンドを作っております。そしてその中の1曲をまずお届けしたいと思うのですが、命、ライフと言います。これはもともとあのエテンダクという、ね、雅楽の曲がありますけれども、それに合わせて、まあ、七五調になってますね。七五調になっている雅楽ですけれども、それに合わせて、まあ、私自身がこの、まあ、歌をつけたわけですね。いわゆる心を静めていくメディテーション的な感じで、心を静めて自分の心にまずは平和を作っていく、そういうところから平和っていうものが始まる。平和が始まるのはこの自分自身なんだっていうのをこう、入れた曲です、お聴きいただければと思います。皆さん何か付け加えることあります？大丈夫かな？大丈夫です、はい、じゃあよろしくお願いします、はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。では、次はですね、社会問題を題材に創作歌舞伎を手掛けて平和の尊さを訴えている中村はしごさんの平和になれや祈るはこの鐘ですね。で、中村はしごさんは日本の歌舞伎俳優として活動されています。一般家庭より、歌舞伎の道を志し、2001年に中村芝一門の鳴雲屋に入門いたしました。歌舞伎座を中心に国内外で公演をしております。日本俳優協会奨励賞、国立劇場奨励賞などの受賞を多くされております。現代社会をテーマにした創作歌舞伎、平和になりや祈るはこの鐘、ご覧くださいませ。
先生の心の足習い覚えし願文の苦毒のもって上下の雲を取り払い再び金をはならとむし
中村はしごさん、平和になるやこの祈るがこの鐘、ありがとうございました。では次に、日本以外にも海外でご活躍を期待されているソウル風な歌声が心に浸透する寄り添いアーティスト山崎健一さんの歌をご紹介いたします。山崎健一さんは佐賀県出身のシンガーソングライター、地元のテレビ番組のメイン MC もなされ、九州沖縄の道の駅公式アンバサダーとなっております。イギリスロンドンのハイパージャパンフェスティバル2022年、アメリカニューヨークにあるカーネギーホールで開催たイベントなどに出演されています。今年2023年にはタイランドにてツアーを行っております。ボートレース、唐津、70周年公式イメージソング、CM ソング、道の駅公式テーマソングを制作。夜を越える旅の映画へ楽曲提供も行われております。本日は山崎健一さんにいらしていただいておりますので、はい、一言曲についてお話しいただけましたらと思っております。はい、皆様どうも初めまして、シンガーソングライターの山崎健一と申します。どうぞよろしくお願いします。今回ですね、ご紹介させていただきます楽曲はお疲れ様っていう楽曲なんですけれども、もうこの曲はもうそのタイトルの通りですね。もう本当になんかこう、毎日頑張ってるあなたへっていう、そこにストレートに、お疲れ様っていうのを伝えたくて、この楽曲を作りました。いろいろですね、なんかこう、話すこともあるんですけれども、でもなんか、やっぱり一番は、このミュージックビデオをですね、あって、その映像とともに、見ていただけたら、もう、その、楽曲の通り響くものがあるのではないかなと思いますので、ぜひですね、見ていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よし、はい、では山崎健一さんのお疲れ様。
覚めが覚めて時計とのにらめっこ憂鬱な一日がおはようと笑ってる時間のスピードは誰でも同じだけど僕だけ遅くない気のせいだけどねやっと終わって家に帰れるだけど明日のことばかりまた考えて嫌になってそれでも前を向くあなたへ今日も一日お疲れ様そんなあなたが癒されるように明日も明後日も幸せでもあなたが少しでも頑張れるように Sing you 大切なことはあなたがそこにいること無理しなくていい時には逃げていいだけど一人じゃないから今日も一日お疲れ様そんなあなたが癒されるように明日も明後日もしあさってもあなたの笑顔が続きますように Sing youありがとうございます。ありがとうございます。少しなんか平和についてお話しいただいてもいいですか？そうですね。でも先ほどおっしゃられた通り、自分もなんかこう、自分にじゃあできることがなんかこうあるとすれば、そのすごいこう対する、じゃあその戦争を止めるとか、そういったそんなすごいことって自分には正直するのってなかなか難しいわけじゃないですか。人一人で何かをガッてできるっていうのは、よっぽどやっぱ、例えば権力だったりとか、お金だったりとか、いろんなものがないとダメだと思うんですよね。だけどやっぱりその、自分自身にできることを、やっぱりその、自分たちができることをそれぞれ、日々なんかこう考えて行動することが、一番誰か一人で何かを止めるとか、何かドーンってするのではなく、みんなでやっぱりこう、なんですか、力をですね、支え合って、日々できること、自分にできること、それを
みんなで積み重ねていくことが最終的にやっぱりこう平和につながるんじゃないのかなっていうのは結構自分自身も思うことがあったので、まあ、これからですね、まあ、この機会を機にまた改めてそういうものをね、はい、いろいろ考えていけたらと思います。ありがとうございます。はい、本当そうですね、一人ですることっていうのはなかなかね難しいことで、はい、一人でしたことを何て言うんでしょう、やっぱ価値観がみんなね同じなわけではないので、平和としてどういうふうにその行動をどういうふうに捉えられてるかっていう客観的なことも必要になってきて、みんなでするとねそれが分かりやすくなるのかなと思うところも必要がありますね。で、はい、今日もこれが始まる前にニューヨークのジャパンソサエティっていうのがあるんですけども、はい、そこで、ね、ちょうど平和のシンポジウムがあったんですよね。でそれにちょっと参加させていただいて、はい、その時もこれは庭園を通して平和を伝えていく日本庭園のガーデンですよね。特にポーランドのポートランドの方からの庭園の人がいらっしゃってて、はい、でその方が、はい、話をされたりねしたんですけど、その中で庭園は庭園、やっぱり庭園も一つの平和の、を伝えるものとしてこう話をされたっていうのがすごく、ただ単に綺麗だっていうだけじゃなくて、それが平和の道を切り開いていくっていうことになったっていうのがね、すごくやっぱりなんかその時はこうさすね、どんなにそれが大きな流れになるか分かってなくても、やっぱり続けていくのがいつの間にか時間が経ってそれがこう平和の道につながってたっていうところもあるので、なんかそれを今回ちょっと私自身はすごく、まあ、良かったなと思ったんですけど、何か今日のあれでありました？そうですね、まあ、庭園を通してっていうことなんですけれども、アメリカにおいてね日本の庭園が見れるっていうことを少し考えまして、で私は少し話を今日の朝に戻しますと、インスタグラムをね今日のイベントをどのように配信しようかなと思って写真を探していたんですね。でその時にラスベガスにいた時の写真が出てきたんです。でラスベガスにはベニスがあったり、パリがあったり、ニューヨークがあったり、その年々の建物や雰囲気を表すものがあるんですね。でこの時に私これが平和じゃないかなと思ったんです。どういうことかっていうと、国が集まって、でそこを国と国が身近に感じること、そしてその国に行ってみたいとか知りたいとか、その人を、ね、その人一つだけじゃなく今国の話をしてましたけど、そこにいる人はどんな人だとか、そういう人の絵の好奇心があることによって、実は分からなかったこと、遠く感じたものがより身近に感じるものなんではないかなって思ったんですね。でその身近に感じるということが平和において大切なことなのではないかしらと思っていたのが今日の朝なんですけれども、うん、その、シンポジウムで聞いていた時に、そのアメリカに日本庭園がある。で、日本庭園が何かも知らない人が庭園を見て、あ、自然に何も知らないところに目に入ってくるものが当たり前になっていく。耳に聞いたものが当たり前になっていくのと同じように、目に聞いたものがその人に日本っていうのはこういうものっていうもの、はい、なると思うんですけど、そこで日本を感じてるっていうことは、争いが何かあった時に、あ、遠く感じるよりも身近な人、もっとなんでこの人はこういう意見なんだろうっていうことをより深く知りたいと、もっとなんて言うんでしょう、分かり合いたいっていう気持ちが芽生えるものではないかなと思ったんですね。なのでそういうふうに、何もない、何も知らない遠いものが身近にある日本庭園を作られたというのは、本当に日本を知ってもらう上で、平和を、日本との平和を、交流をする上で、すごい素晴らしいことだなというふうに思って、今日はシンポジウムに参加させていただいてました。うん、まあ、
自身は今日のシンポジウムでの後でお話をそのまあ何ですかね、いろんな方としたときに、いつもこのニューヨークの方に来たのは実は1994年にニューヨークに来てるんですけれども、それで毎年原爆の式典をね8月にやってるんですね。だから今年が30回目だったんですよ。それでその時の、まあそれとちょっと自分も合わしながら考えると、やっぱり自分もやっぱり宗教家っていうことがあって、だからまあ仏教だけでその平和っていうのはできないだろうから、いろんな宗教の人にみんな来てもらうんですね。キリスト教の人であったり、イスラム教の人であったり、ユダヤ教の人であったり、ね、でそういう、まあ、神道の人ももちろんですけれども、そしてそういう方が一緒に集まって、あ、ヒンズー教もいらっしゃいましたすいません、なんか忘れたら悪いような感じがするので、だからそういう人らが一緒に集まってなんか平和について語れる、特に、まあ、広島長崎っていうことでいつもやってるので、まあ、ちょっと、まあ、平和っていうのはたくさん、ね、まあ、分野が広いんですけど、だから私自身はなんか広島と長崎を通してなんかもっとその被爆者の声とかそういうのを聞く中で、なんか日本が、ね、唯一の被爆国っていうことがあるので、やはりなんか唯一の被爆国の日本、あれ広島の人と長崎の人が被爆したわけ、まあ、もちろん被爆してる人がたくさんいらっしゃるわけですけども、実際に原爆自体は日本に落とされたっていうことがあるので、やっぱり日本人がその原爆のことに関してもう少しちゃんと言っていかないといけないんだろうっていうところで、まあ、いつもこう、まあ、特に最近それを感じるようになって、だからなんかね、もう自分らと関係ないものじゃなくて、日本自身が関わらないと、日本が言わないとダメな問題なんだろうということで、まあ一応こういうことをやっております。で今日はね、ちょっと時間が迫ってきたので何なんですけども、今年の、まあ、30回目の時に、3回3日間やったんですけども、1日目がこの、なんていうのかな、8月の5日、まあ、ニューヨーク時間の8月の5日なんで、日本時間は8月の6日になるんですけども、広島の日、それから8月の8日、これが日本時間8月9日長崎の日、そしてこっちの9日、まあ、10日になるんですが、それはもう原爆これからの未来にっていうか、広島の日、長崎の日、そして国連のね、チャーチセンターっていうところで最後さしに3回目したんですけども、それは国連がやっぱりいろんな世界に、まあ、向かってるっていうか開いてるっていう意味で、そういうメッセージをね、やっぱり自分の広島長崎だけじゃなくて、やっぱり世界に知ってもらう、ちゃんと知っていただくっていうことが、まあ、人類のね、まあ、それこそすごい兵器なわけですので、そういうことを知ってもらうっていうので始めています。だからちょっとその時のちょうど国連の時のねビデオをちょっと一部今日は撮ってきたんですよね。っていうのは、その中で国連の、まずは平和ファウンデーションのちょっとした、どういうことをやってるかっていうのも少し見ていただけるようなビデオがありまして、歌の方はこれはルーラレーラさんという方が歌っておられます。そして、なんて言うか、許すん、ちょっとタイトル忘れたよ、これね。まあまあ、タイトルちゃんと後で出てきますので見てください。そして、まあ、ちょっとだけですけれども、このニューヨークにも被爆者の方がいらっしゃって、トミコさん、トミコ・ウエスト、森本さんっていうんですけれども、その方が、まあ、一言だけですけども一言メッセージがあります。そしてそれに引き続いて、今回はやっぱりそれを日本の、まあ、長崎の、まあ、教会であったりお寺であったり、それで広島の教会であったりお寺だったり、それから、まあ、京都の方もお寺とか、そして、まあ、シアトルの方もなんかメッセージを、ね、いただいてるので、それ結構今日のこのピースデーにもう一度、まあ、書けるのもすごくいいことだと思って、今回はそれを流させていただきます。はい、ちょっと長くなりましたけど、いいですか。じゃあよろしくお願いします。そうですね、この映像がだいたい20分ぐらいあります。この映像を流し終えての終了となります。では、はい、ご覧くださいませ。
Justice can be a war maker. When you shout justice, it may divide us. Justice could be on the list of weapons. Even hell is paved with good intentions. When we realize we don't know anything, we can open hearts humbly. There is no battle for justice, no reason to criticize. There is no reason to divide us. Can we walk together? Only thing I want to say is I want the whole world without a war. That's my message. みなさん、ここは長崎です。1945年8月9日午前11時2分。この浦上のおよそ500メートル上空で原子爆弾が炸裂しました。以前の浦上天主堂は崩壊し、長崎の町も焼け野原となりました。その時長崎市24万人のうち約7万4000人が亡くなり、負傷した人も7万4000人ほどでした。ここ浦上の信者だけでも当時1万2000人のうちその半分以上、3分の2に当たる8500人が亡くなりました。またその時点で死を免れた方であっても、しばらくして、あるいは数年後、また何十年か経って、たくさんの方々が命を落としていかれました。いまだに原爆症や後遺症を抱えておられる方もおられますし、体内被爆の方もおられます。私たちはみんな神様から作られ命をいただきました。私たちは兄弟姉妹です。核兵器をはじめ、兵器を作り使用することをやめ、戦うことをやめ、共に兄弟姉妹として平和な家族を作っていきませんか。これからあの時の原爆で被爆したマリア様と十字架を移していきます。神様やマリア様の思いを沈黙の祈りの中で受け取っていきましょう。
平和への誓い。昭和20年8月9日。あの日は暑い一日だったそうです。一発の原子爆弾が長崎に落とされました。学校も住んでいた家もなくなりました。そして私たちと同じたくさんの子供たちも亡くなりました。どんなに苦しかったことでしょう。どんなに悲しかったことでしょう。今、世界では同じような苦しみや悲しみを抱えている人たちがたくさんいます。みんな平和で安心できる日を望んでいます。世界中の人々が少しずつ優しくなればいいのにな、と思います。相手の苦しみや悲しみが分かる心を持つこと、これが平和への第一歩だと思います。私たちは優しい心を忘れずに、友達や家族を大切にして、世界中の人々と仲良くしていきたいです。浄土真宗本願寺派光源寺住職楠木直也です。長崎では毎年8月9日平和を願い手を合わせます。あなたにとって大切な命は私にとっても大切な命です。すべての命を大切に、今から平和の鐘をつきます。こちら最高禅寺は1469年に改装されました。世界の平和の鐘として唯一残された最高禅寺の梵鐘でございます。こちらは鋳造されたのが1769年でございます。世界平和に向けた吉田からのメッセージです。今年で広島に原爆が投下され78年目を迎えることとなりました。数十万人以上の方々が原爆投下によって一瞬にして命が奪われて行きました。この悲惨な戦争を生み出した元は、私たち一人一人の心の中にある非暴力という心を忘れてしまった結果です。生きるということは
さまざまな人間の欲を生み出していきます。その中で非暴力で生きるというその命を尊ぶ心の働きがもし忘れ去られてしまうならば、戦争は何度も繰り返されるでしょう。それだけに非暴力というこの心を今一度この年から呼び覚ましていただき、私たち人類が次の世代にも次の世代にも平和であることを望みながら日々精進して行くことが大切と思っております。どうか非暴力の心を大切にしてください。広島からのメッセージでした。ありがとうございました。皆さんこんにちは。カトリック広島教区の白浜司教です。広島の原爆の日に合わせて世界中の皆さんにお祈りいただき、心から感謝申し上げます。ここはカトリック広島教区のカテドラルで、世界平和記念聖堂とも呼ばれています。皆さん、核兵器やその他の大量破壊兵器による幻想だけの平和ではなく、私たちが民族や宗教の違いを超えて友愛と連帯のうちに公平で平和な世界を築くことができるよう、皆さんと一緒に歩んでいきたいと願っています。このような願いを込めて、広島からこの世界平和記念聖堂の鐘の音をお届けします。ナメアミナブ。800年余り前に法然上人は自身を凡夫、愚か者、悪人と信じられまして、善人でも悪人でも南無阿弥陀仏を唱えれば阿弥陀仏の浄土極楽に往生して、そこで仏さんになることができるという仏教を開きました。人間は自分が正しいと言いたい煩悩を持った生き物ですけれども、どこかにそれぞれ人間は不完全な存在同士で、本当のことは分かってない同士なんだということを
謙虚に納得し合いながら、自分が絶対正しいというんではなくて、私も愚かやし、あんたも愚かやねと、こういった人間同士の付き合いを広げていくことが回り道のようですが、最終的には人類の悲願である世界平和につながっていくと思っています。世界の現状を見ると絶望したくなる毎日ですけれども、絶望することは簡単ですが、どっかに希望、希望とは日本語では稀にかの望みのことです。かすかな望みを持ちつつ、精一杯それぞれの生き方を追求しながら、最後は一緒に安らかになろうね、悟ろうね、目覚めようねという気持ちで、分かり合えなくて当たり前、少しでも分かり合えたらありがたいことだよねと思いながら、一緒に歩んでいければと思います。絶望せず希望を持って生きていきたいと思います。皆様と共に世界平和を願っていきましょう。なめあみなべ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 。天上は純おごそかな鐘の音とともに独受いたしました門は祝勝門と申しまして、この両脇に、掲げてある下門であります。この門は無量寿経というお経、五悪壇という部分に述べられている言葉です。私どもの人間世界は常に罪悪、または戦い、または貧困等に苛まされつつありますけれども、共通して人類が願うところは、世界は安泰であり、天候も程よく、疫病や災害も起きない、人々は互いに尊重し、思いやりの心で接し、礼を失することがないことを願いに願ってきました。今こそ私どもはこの仏教の精神にのっとりながら、世界の平和を、また私どもの現実世界におけるいさかいや貧困や、また罪悪、その現象を常に目の前にしながらも、願いを深く持って実践すること、明るく正しく仲良く生きること、このことこそが世界平和の礎であることになります。仏教の精神がこのようにして脈々と現代に大きく連なりながら、人々の心の糧になることを願っております。
the need to use soldiers and weapons. 表が無用。For peace, we use and cultivate our kindness, 思いやり and compassion, 慈悲。The basis for peace is for people to understand the pain of others. 平和の原点は相手の痛みを知る心を持つことです。世の中安穏なれ、仏法広まれ、Peace and tranquil, and spread the Buddha Dharma all over the world. ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ。ありがとうございました。先ほどちょっとお名前の方を、読んでおりませんでしたので、ここで紹介させていただきます。ビデオの方のメッセージは、長崎からは浦上天主堂の中村道明大司教、そして高原寺の楠木直也住職、広島からは最高禅寺、壇上宗建住職、そして世界平和記念聖堂より白浜充司教、京都からは黒谷近海光明寺藤本上元お須、そして法然院梶田新生監修、そして最後にシアトルからシアトル別院楠木克也リンマンでございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして最後にまあ、平和のお金、今ね金をみんなついてられたんですけれども、まあ、最後に平和を祈らさせていただいて、金を、まあ、3回使わさせていただいて終わらさせていただきたいと思います。ここには和をもって尊しとなすという言葉、そしてその次に、ですね、逆らうことなきをもって旨とするという非暴力の言葉が続いております。これは聖徳太子の17条憲法の言葉です。それでは、合唱お願いします。ありがとうございました。今日はリオさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた皆様もありがとうございます。音楽の方もありがとうございました。どうです。